まあそんなわけで続きをプレイしていきたいなと思います。まあ前回特に何もなくてどうすればいいんだろうな。まあ落ちるしかなさそうですね。反対側は無理だもんね。はいはい、ここにはさすがに来ないか。さっきの下からの人、あ、三角、三脚となるとこれはまだ引いたらダメそうっすね。どっかにあるよ。あった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 。よし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 、よしよしよし、これだ。これを、え、ただこの高さから落とす、一緒に落ちるとやられちゃいますので、こんぐらいでいいんじゃないか。はぁ、トランクの上に落としたかったんですけども。なんか左からゴポゴポいってんだよな。あれ、あった。あ、違うよ。どれだ、どこだ。三角レンチは、三角レンチどこだ。あれ、落としたよ。どこ行った。あれ、あー、あった。えらいとこまで行ってんな。これいける？登れない。やっぱこの上に、え、これこのまま登れないよ。やっぱこの上に乗せなくちゃダメなんじゃないか。オッケー、乗せれた。悪いけど。で、ちょっとこっちにも寄せといて、いいんじゃないでしょうか。はいはいはい。こんぐらいでいいだろう。なんかちょっとだけ難しくしやがって。はいはい。で、ちょっともう慎重にやろう。ジャンプで乗ったらなんか落ちていきそうなんで。で、こっからも、はいはい。はぁ。行きましたね。はい。で、あ、そっちが開くんですね。時間制限中のやつ。ちょっと待って、なんか意外と早くないか。オッケー、早い。いいよ、すごくいいよ。早かった。俺も早かったよ。で、なんかまた出てくるんだろう。あの人、下からワンの人。は。やっちまったー。はい。よかった、こっからで。ここ行けました。行けた。
なんか床が抜けるとかやめてよ。そういうドッキリはいいよ、本当に。ダラスっはっ、アキラ高校生だよ、今ここの住人の人なのか。いや、これは厳しい。よいしょ、行こう。いや、もうここに乗ってたらいいんですよ、もう落ちたもん。はいはいはい、やめろ。はぁ、オッケーオッケーオッケー、危なー。うわ、これ右に行くんかな。オッケー、もうこっち行くしかないもんね。あー、壊されるやつ、やばい。ジャンプできんかった、危なっ。なんか許してもらえた。で、こうか。危ねえ。ハラハラさせるんじゃねえよ。いや、そういうゲームだから。そこもいけそうっすね。電気つけて、いや、これ電気つけて大丈夫？これやばくない？熱いや、熱くないこれ。大丈夫か。で、待っとく？待って待って、どうしよう。待機してますね。よいしょ。いや、もうこっちに行くしかない。で、こうか。いけた。はあ、なんか乗っといたら良さそうじゃない。何す、何してんの。いや、感電した。いや、合ってるは合ってそうなんだけど、どこに捕まればいいのかな。この後が問題だな。ロープか。いやー、掴めないよ。じゃあ、この上の方掴んどくか。ここね。あ、反対側が浮いてたな。反対側っぽいな、じゃあ。さあ、三度目のトライ。で、もうここだ、あ、違う。待って待って。ここしかないよね。ん？いや、ちょっと待って。これもう右行っていいんじゃない？だってどっちみち行けないもんね。テレビが沈んだら感電するから。素早く、もう下なんだよ。右の扉に行っていいんですよ、多分。悪いけど。そうなると。で、ここに行って、
こうなるからもう右に行っていいんじゃないか、こう。あ、いや、ちょっと待って。いや、いけない。え、どうすりゃいいんだろう。ちょっと見たいっすね。これ右がわかんないな。ちょっと見れません。あった。そのランタンというか、ライトじゃない？ジャンプで。こっちも同じように。ほら、そのライトですよ。はい。で、すぐ乗って。あれ？いや、ダメだな。これどうすりゃいいんだろう。そこに乗れるかなと思ったんですけど。感電しちゃうよ。どうすりゃいいの。そのライトのところに乗れるかなと思ったら全然足りんかったっすね。で、こう行って、これがわかんないんだよな。あ、これもう落としとくんか、ひょっとして。あ、わかった、わかった、わかった。先に落として、落とされる前に先に落としても待っとくんだ。今ので合ってるよ、じゃあ。何を必死になってそんな説明してる。でもそれだよね、今の感じはそうだな。はいはい。さあ行きます。なんかやめて、そういうの。イレギュラーをやめて。ちゃんとやろう。イレギュラーやめて。はい。で、こう行って、もうすぐだね。はいはいはい、すぐ押して。だね、この待ってる間にって感じだな。 OK、 これで OK。 だな。で、電力もショートすると。おお、いえ、まあこれもう降りてもね、ショートしてるんで大丈夫でしょうけど。あー、いけたー、いけたもんね。ライトもつけちゃって。 OK。 あ、さて、まあ上に行けそうですが、なんか瓶があるね。うわ、これ。一本俺やってないよ。なんか手紙が入ってるんですね。よし。待って、なんか怪しいの。なんか怪しいの。なんもないんかい。じゃあ上に行きましょうかね。これどこら辺なんだろう、今。あの、主人公のストーリーの部分で言うとね、どこら辺になるんかな。さあ。周り見て。だいぶ上に来てますね。ちょっと待って！これはストーリーっぽいね。今の無理だもんね。はいはいはい。あー、なるほど。ここのことだったんか。で、こっ
ちに移動になっちゃうやつか。惜しい。なるほど。さて、なんか来たね。あ、この中にいるのか。おお、すごい。自分で抜け出せましたか。大丈夫か。いやー、結構痛いよそれ。うん、はい。アルデオ君が、ここはアルデオ君の住処っぽいな。そう、なんかどうも今の感じだと実績が出たってことは、ここ DLC の2章になるんかな。そんな感じっぽいですね。じゃあここで区切ったら良さそうですね。じゃあね、はい、まあそんな感じで DLC もねちょっと楽しいですね。じゃあそんなわけで続きは、また次回やっていこうかなと思っております。ではそんな感じでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。